せいちゃん。俺さ、あんたのことが好き。ああ、信じらんねえって顔をしてる。なんでだよ。まあ、自分でもちょっと信じらんねえことしてんなって思う。あんたが卒業してからもしばらくはいい感じの友達ポジション確保して時期見ていよっかなとか、伝説がどうこうってそういうのに乗っかって告白するのはどうなんだよとか、とにかくいろんな理由こじつけて逃げようとしてたからさ、さっきまで。怖えじゃん、あんたとの関係が変わっちゃうの。俺はあと1年ここにいなきゃなのに。けどさ、それやっちゃったら成長してねえってことになるじゃん。適当になんかやってそれで楽しい時間が過ごせればそれでいいって考えてた。中身がなくて薄っぺらだったあの頃から少しも、せっかくあんたに会って俺変われたのに。っていうか変えたくなるきっかけをもらったっていうか、だからもう戻りたくねえの。あんたと向き合う前の中身が薄っぺらなせいで自信がなくて真剣になることから逃げるような自分には。もう一回言う、俺あんたが好きだ。すっげえ好き。来年も再来年もこの先ずっとあんたと一緒にいたい。そのチャンスを今俺にくれない？え、ってことはOK ってこと？やべえよ、だってさ、あ、もうこのまま抱いてさらってきてくれ、マジ嬉しい。あんたが悪い。